今回はダンジョン飯、ライオス普通にモテてもおかしくないよね。に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。本当はモテてもおかしくないんだけど性格がライオスに似てるからモテねえって言ってる人がいて、キリトに似てるの令和版なのかなって思った。性格がライオスに似てるはやばいだろ。食欲系男子。研究一筋の学者なら許すが。でも学者には遠く及ばないし、妹が魔物になった姿見てすごくかっこいいって思えるのほんとやばいと思う。ギリギリライオスの前世が高いから読めたけどキャラ造形失敗してたらただの気狂い。前世だったのかな、同じようなヨシヘビトが取り持ってくれて、仲間とはなんとかやっていけるようになっただけで元から妹以外の人間うっすらと嫌ってて興味持ってないぞ。できることなら変わってやりたかった。ってあれ自分がああいうモンスターになりたいって願望なの？さすがに変われるものなら俺が代わりに死んでやりたいって意味だろうけど、心の底に代わりにモンスター化したいって欲もあったろうな。妹のことはすごい心配してるしかわいそうだと思ってるのも本当だが、もし変われたら喜ぶ気持ちも同時にある。あと自分だったら腹のあたりにもっとでかい口つけたい詩人部分があるキメラはそんなに興味が。性格がライオスに似てたら本当はモテてもおかしくないとか自称しない。ライオスはモテるモテない気にしないだろ。現代社会でライオスって生きていけるのか？いやーおじさんもチルチャックさんにの頼れる男で困ってるんだ。ライオスに似てるってことは目の焦点こっち見てなさそうだし気持ち悪いって思われてるってことでは。リアルで近い思考の有名人ってムツゴロウさんとかでいいんだろうか。あれで結構短期で人の話聞かないから前世は低いけど。キリトよりライオスにシンパシー感じてそういうこと言っちゃう人間。なんかキリトと違って若くなさそうで嫌だな。ライオスってキリトっぽい。キリトに似てるなら普通にモテるじゃん。善人なのは間違いないんだけど鈍くて人の機微には気づかないのに、観察には長けてるから情に訴えればいけるとか言っちゃうところがお前ってなるよ。ライオス、ライオスと似てて嬉しい要素はそれなりにあるんだけど嫌な要素が余裕で上回るな。女にモテたいって気持ちがある時点でライオスに似てない。俺も性格がジレンに似てるのにモテねえわ。自転車に名前をつけている俺と似ている。シュローとライオスの喧嘩で自分はどっち派かみたいな話は知ってる。あれ後々事情知るとシュローあんま悪くないなってなった。古代魔術が普通に世界滅ぼす代物とか、そう見せないようにうまいこと作者が書いてくれてたんだけど。俺性格がシュローに似てるからモテねえわ。ライオスって性格ライオスだけど割とモテると思う。ちょっと陰気な要素が判明した人気キャラみんな自分と似てるって言われがち。逆に根っこから陽気だとオタク要素あるキャラでも言われないよな。私は趣味が人間観察だからカブルーに似てると思います。上身イケメンなら性格がライオスでもモテるというわけだ。変人で周囲から浮いてるけど共感や感情移入できるキャラ作り大事ね。ターゲット層にバッチリ行くとマオマオとかキリトみたいになる。の食ハンターキノコボンみたいなもんじゃねえのライオス。ライオスが今のキリト枠なのはおかしい。犬の鳴き声が極限にうまいのかもしれないし。キリトじゃなくてもっと陰キャ枠のキャラで。俺は狂人で理解できないところも含めてライオス好きだわ。戦士に似てるからモテないと言われたい人生だった。戦士の性格もかなり難儀だからな。ライオスが苦手で読めない。って読者がいることにライオスファンは大爆笑して、作品ファンはあいつあれでいいところもあるんだよ。って作中キャラみたいになるって話好き。私マルシル似てる、とかいう女は自分をお笑い枠とか自称するタイプの女という感じがする。この漫画のキャラ大体いいやつなんだけど大体嫌なとこある。あってもキリトじゃなくて八万枠だろ。それなりに名の通ったパーティのリーダー務めてるわけだから。現実で言えば結構仕事できる男でもないとライオス名乗るのはおこがましい。俺もライオスのラインの上で足踏みするようなズレと変人プリが結構癖になって読んでたから、アニメ化でかなり極端にいな多めの賛否両論なのが表面化したの意外だった。いいやつだけど結構めんどくさいみたいなキャラ多いよね。キャラクター同士もそのめんどくさいのラインが近いやつ同士が特に仲良くなるんだろうな。ちゃんとキャラクター細かく設定する作者だと、キャラクターの属性が限定的になるから読者と被るところなくなってくんだよな。
シュローなら黙っててくれるだろは言っちゃいけないセリフだった。人が目の前で失敗してるのを見る感覚があんなとこで出るとは。黒魔術についてはシュローもエルフに連れて行かれるからやめた方がいいぐらいの知識しかない。ライオスなりにシュローを信頼してた現れでもあるからそこは一概に責めづらい。古代魔術が世界滅ぼす代物だってことはそもそも喧嘩してる二人もマルシルもまだ知らないよ。ライオスみたいになりてえって思うやつ結構いるの？社会からずれてても許されて王になれるのはまあ憧れるんじゃねえかな。ライオス自体の資質と老いたちを無視してるってのはそう。どのキャラも良いところと悪いところ両方描写されてるから、その悪い面を見てこういうやついるわ。ってなったり、それを責められてる描写で自分にダメージ入ったりするのはわかる。要するにジビエ大好きな人間嫌いだろ？モテる要素どこだよ。シュローから見て家計にとらわれず、自由奔放で自分の好きなことができるライオスはかなり憧れの存在ではあるか。家から逃げて軍隊から逃げてのライオスも彼自身の悩みはありそうだけど、まあ隣の芝は青いもんだしね。ジビエは別に下手者じゃないし、虫とかだろ現実に例えるなら。良いやつなんだけど表面上の言葉だけしか受け取れないというか。ライオスに本当に性格似てるなら漫画のキャラでも他人の性格を気にしたこと言わないだろ。ライオスが身近にいたらきっと好きになると思うけど同時にイライラするようになるとも思う。最後は自分の知らない世界を知ってるシュローが好きだけど、正直シュローも地方のボンだからそんなに変わらない。昆虫食、ウェマジかってなる感覚だな。確かに作中の嫌悪感はそういう感じだな。本当にライオスに似てるならマルシルや戦士の悩みに助け舟出せるくらい優しさと、人となりに対する理解力発揮しなくちゃいけないんだぞ。ライオスなりに確信と称賛あっての食ってみるかだしそんな変かな。リアルにライオスみたいなのいたら見てる分には面白いと思う。関わりたくはない。いいやつなのは旗から見ててわかるんだよな。仲良くなったら距離感はさ、とはなりそう。やべえオタクを美化して味付けしたみたいな匂いは感じないでもないから。そういう意味できつく感じる人がいるのは全然わかる。レッドドラゴン実食は1話から言われてたけどいざ料理してると結構やばいな。ってなった。仕事はできて有能だけど人との距離感近すぎてバグってる同僚みたいな感じか。でも多分みんなから愛された王になったと思うよ。今回はダンジョン飯、ライオス普通にモテてもおかしくないよね。に対するネットの反応、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。